ティオロ太郎です。ウィスと申します。質問させてください。質問ですって言えなかった、はい、最近復活したのは何ですか。質問ですはしばらくやめてたのに。いや、質問ですって書かれてる方にはちゃんとしばらく書いてあっても質問ですと言わなかった、うん、あ本当、うん、気分わざとやめてんのかな、なんかもったいぶってんのかなそれをやってたっていう自分を忘れてたんだと。やってほしい場合はやっぱ伸ばし棒を入れなきゃいけないってことですか、うん、2本3本、ね、質問ですではダメってこと。そう、ウィスと申します。質問させてください。トラックリミット違反について実際どの程度有利になるのでしょうか。もちろんルールなので守るべきだとは思いますが、予選タイム抹消はあまりに厳しすぎるのではないかと思って見ていますと。トラックリミットってだからはみ出たはみ出てないってやつでしょ、はい、うん、だからコースの中を走ってタイムを競ってるわけですから、コースじゃないところを走って出たタイムはやっぱ抹消ですよね。得したとか得してないとかじゃなくて、あんた走っちゃいけないとこ走ってるよっていうことがトラックリミットの本質なんじゃないの。だからどんだけゲインしとんやっていう、だからそれはその抹消は分かるんじゃないですか。だからそれはそのはみ出たコーナーによって、うんうん、要はそのショートカットみたいな感じではみ出れば、うん、要は走ってる距離が短くなってるわけなんで、当然それでタイムが上がっちゃったら、いやお前さっきあそこで2メーター得したやん、鈴鹿の試験にカットしてまっすぐ行っちゃったね、そう、うん、っていう場合もあるだろうし、それはね、場合によってははみ出たことによって遅くなるっていうこともあるんで、まあ、一概に トラックリミットを違反したから、うん、そのお前得したから、うん、あかんやんっていうことではなくて、遅くなろうが速くなろうがはみ出たダメよっていうのがトラックリミットの定義だと思うんですけど、はい、珍しくまともなことだ普段いかにあのわざとボケてるわけじゃないっていう、いつも真面目には言ってるんですけど、そうですよ、単純にシンプルにもともとボケてるっていうだけっていうことで、これで合ってるって言われたら、ああそうなんだ合ってるんだまあ基本的にはトラックリミットが、まあ多くの人が守れないようなコーナー、まあレッドブルリンクのね最後の2つなんかそうですけど、トラックリミットを違反するってことは、まあコーナーが半径が大きくなるから、まあ緩くなるから、カーブが当然その守るよりもその外にはみ出る方がより高いスピードでコーナリングできるんで、間違いなくゲインはあるんですけど、そのコーナーだけで見えれば、でもまあはみ出た結果、まあ今年だったらグラベルが追加されたんで、もうそこで減速しますとか、まあ今までだってランオフエリアでちょっとダスティーだったりとか、縁石こうガタンって超えるから、まあ結局ねタイムルースしてますとかっていうのはあったとしても、まあ正直だから、じゃあコーナリングスピードがあのレッドブルリンクのターン9とかターン10で10キロ高かったとしても、まあコンマ1はいかないと思うんですね。ただその、まあ太郎さんさっき言った通り、どれだけゲインしたかゲインしてないかじゃなくて、もうそのゲインしてないからいいよとかじゃなくて、単純に白線コースの外を走ったんだったらもうアウトっていう、まあそういう判断基準だってことですね。ああ、はいはいはい。ゲインしたかしなかったかで判断しようとするともう、分かんない、ややこしくなっちゃうので、それはまあちょっとできないっていうね。だったらもうはみ出たらアウトっていうことにしましょうっていう、まあそういう判断の仕方を、まあ少なくとも予選に関してはしてると。決勝はまあ若干その、ね、はみ出て抜いたとか、タイムを稼いだとかっていうところが判断基準になりますけどね、はい、決勝はね。だからそこはまあある種あの決勝の方は多分おっしゃってる通り、例えばはみ出たら瞬間もう失格ってなると厳しすぎるよねっていうのはありますけど、だから決勝はそこまで厳しくは取られてないっていう、3回までは OK、4回目やったら、5秒加算ですよっていうのがまあ決まってると、まあ、だからそういう意味ではそこまで厳しい取り締まりにはなってないですけどね。予選は本当にゲインしなきゃ外走ってもいいですよって、そういうわけにはやっぱいかないんじゃないですかっていうね。まあモナコだったらそれこそ壁だったらね、ゲインしなかったら壁にこすって走ってもいいですよとか、普通に当たってますよとか、ダメなわけですから、まあそういうトラックリミットの取り締まり方になるのはまあ当然かなとは思いますけどね。
いわゆるこのトラックリミット違反というのは昔からあったわけでしょ。昔は正直全然なかったりもしますよね。あ、逆に、うん、そこまで車のコーナリングスピードが速くなかったってこと。昔はそもそもグラベルだったじゃないですか、外が。あ、そういうことか、はいはい、そう、ランオフエリアがターマックっていう、はみ出てアウトってね、箇所がほとんどなかったから、うんうんうん、まあ、そもそもはみ出てもタイムゲインできないし、うんうん、まあ、多分はみ出た瞬間にアタックはやめてると思うんですよね、うんうんうん、まあ、もうこの一周しかないからっつって頑張って走った場合は多分タイムそのまま生きてたと思いますけど、まあ、全然でも勝負にならないタイムだからまあいっかって感じだと思うんですよ、ね、それこそ、まあ、セナがクラッシュしたイモラのタンブレロとか、あそこはもう高速コーナーで危ないから、うん、やっぱグラベルじゃなかったですもんね、はいはいはい、90年代から、うん、まあ、それこそその前ベルガーがクラッシュして、うん、あの燃えたりとかね、いろいろピケも87年にクラッシュしてますし、うん、ああいう危ないとこではランフェリアターマックっていうとこありましたけど、うん、まあ、ほとんどそうはなかったし、まあ、それこそレッドブルリンクなんかはあの2000年代にやってた頃は1コーナーとかは結構その今のランフェリアみたいな感じだったから、うん、あそこはもう飛び出して走るの当たり前みたいな、うん、もう全然あのトラックリミット関係なくっていうかコースの白線関係なくバンバン走りますとか、うん、まあ、スパの1コーナーとかもあれは予選というよりは決勝のスタートとかは、ライコネンとか確かやったと思いますけども、そもそも最初から外を回ってランフィリアから折り合っていく方が早いわみたいな、でもそれがあなかなかよく考えてますねみたいな彼は策士ですねみたいな割とそういう方に取られてたりとか、だからあんまりその昔はそこまで厳しくは取られてなかったと思うんですよね。それこそあの今でも名バトルとして語り継がれている79年の、あのフランスディジョンのビルヌーブとアルヌの争いっていうのもまあ何回か高速しながらお互いまあ出ること前提であのインに飛び込んでったりとかみたいなこともやってたりしますしね。まあ、昔は割とそこはおおらかに見られてたけど、まあ、それこそ今ね千分の何秒差で争ってるからおおらかに見てられないし、それが許されるだったら許される前提でやっぱみんな使うってなっちゃうので、そうね、まあ今でもその例えば下位カテゴリーとか、まあ、FIA の F3、F2 はないですけど、まあ草レース的なレースだと割ともうそのもうトラックリミットを取り締まれないから、レッドブルインクとかだともう普通にグラベル出るギリギリのところまで使っていいよみたいな運用になっちゃったりしますけどね。結構なるほど、まあ、割とバンバン使ってるなみたいな、うんうん、ムジェロとかね、うん、まあそこはある程度そのカテゴリーで、まあ、取り締まる側の手間っていうのもあるので、逆にウェックなんかはもうトラックリミットやばそうなとこにはもう正面にカメラを置いて、うん、このカメラでもう自動的に判定しますみたいな、AI 判定なのかちょっと分かんないですけど、もう自動でライン越えたらもう、はい、トラックの違反ってなるみたいですね。この間のサンパウロ の4コーナーとか、ね、そんな感じで言ってましたね、和樹会長がコース解説で、はいはい、あ、そうなのね、まあ、それを F1 でもあの、ね、導入したらいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、それウェックでうまくいってんだったら、まあね、そういう風に、ね、うん、自動で判別できるのであれば、うん、まあ、ドライバーだって別にトラックリミット違反しないで走れと言われれば上手に走るんです。だって実際違反していないドライバーもいるわけで、ただまあ限界、まあ、それだけ限界をせめぎ合ってる中で、まあ、出ちゃう、結果として出ちゃうという人が いるっていうところなんでしょうから、まあ、でも結局まあ出ちゃったらもう出ちゃったっていうことで、出ちゃったということは本来行けるよりも高いスピードで入っていってるから出ちゃってるんで、可能性が高いってことね。だからそこはまあ本来走れるよりも速く走れちゃってるよねっていうコーナーはいくつかやっぱありますよね。多分例えば鈴鹿の 130R とかでも別に出てもいいよっていうんだったら、多分みんなもっとおりゃーって外側まで使っていきますよね。前回とは言ったってこうステアリングたくさん切れば切るほどやっぱ走行抵抗が増えるから、本当だったら多分スーッと外を回った方がいいかもしれないですよね。まあその最短距離との兼ね合いとはありますけど、まあ、なんかその辺はコーナーによって、まあ、本当にここはトラックリミット出るけどトラックリミット出た場合は絶対ロスしてますみたいなコーナーもあるだろうし、うん、コーナーそれぞれなんですけど、それで言うと本当にロスしないとこだったらいくら出てもいいようになっちゃうんで、うん、まあ、少なくとも予選に関してはもう出た瞬間にアウトっていうのは、まあ、普通に正しい運用じゃないかなとは、ね、ちょっとゲインしてるかしてないかが問題じゃないっていうね、うん、まあね、実際、まあ、予選そのタイムマッシュが厳しいって言っても、じゃあ5秒加算って言われたら別にもう予選の権利はなくなってるわけだからね。予選の加算はないでしょ。だから予選上ではやっぱりもうそうするしかないよねっていう、うん、
予選はもう一発アウトなんだっけ、3回とかじゃなくて、そのタイムが抹消抹消ってな、うん、だからそこはもう皆さん同じ条件なんか上手に走ってねって、まあ、まあ壁だと思って走るしかないですよね。まあ見てる方がね、応援してるドライバーだとそれはがっくりしてます、あ今上にいたのに下に行っちゃったって、ああトラックリミットかっていうにはなっちゃうんだろうけど、まあまあそこは、うん、まあ、まあだからこのねオーストリアグランプリとか、うん、まあスペイン今年のスペインからかな、うん、あのトライした遠赤じゃなくて白線をずらして、うんうんうん、あのグラベルに落ちてるってことはもうトラックリミット違反ですよ、はい、逆に遠赤の上に残ってれば白線の内側には絶対残ってます、うん、トラックリミット違反にはなりませんっていう、まあ、あの方法が一番分かりやすい、それでいうと本当に多分ゲインしてればもうそのトラックリミット違反してるとか、うん、まあ、もしくはグラベルだったらもうトラックリミット違反かどうか関係なくもうそもそも出た時点でタイムロスしてるとか、はいはいはい、まあ、そういう感じになってるから、うん、まあ、あの運用が正しいかなとは思います、まあ、だから本当に縁石の幅狭くすればいいだけだと思うんですけど、ね、あそういうことね、うん、はい、ということで、トラックリミット違反について厳しすぎるんじゃないかなっていうね、ご質問でしたけれども、モナコでちょっと壁に当たったぐらいでリタイアが厳しすぎるんじゃないかって言われても、いやもうリタイアしてますからっていう話になっちゃうんですからね、うん、はい、ということでご理解いただけたのかと思います。はい、今回の質問よかったら答えもどうもありがとうと思った方、いいねボタン、チャンネル登録F1 ライフのクッションは F1 ライフスズリ支店から、はい、そしてこちらの T シャツ&パーカーは F1 ライフ公式ストアから、せーの、あ、あなた明日